トムソーヤの冒険11うなされるトム昼近くになると村中は不気味なニュースに突然沸き立ったその頃まだ夢にも知られていなかった電報などはたとえあったとしてもその必要はなかったそれは人から人へ群れから群れへ家から家へ ほとんど同じくらいの速さで伝わっていった校長先生はもちろん午後の授業をやめたそうしなかったら村の人たちはおかしな校長だと考えたに違いない血に染まったナイフが殺された人間のすぐそばで発見された誰かがそのナイフはマフポッターのものだと認めたというように話は伝わっていった。 また夜遅く帰ってきた村の人が夜中の1時か2時ごろ支流で体を洗っているポッターに出くわしたポッターはすぐこそこそ逃げ出したということだった何しろ怪しい特に体を洗っていたというのが怪しいポッターはいつも体など洗う習慣がなかったのだから村中でこの殺人犯を追い回したが まだ見つけることはできなかったという話もあった。牙の人たちが四方八方へ飛び、警察署長は夜になるまでにポッターは逮捕されるだろうと確信していた。村中の人間は墓地へ引き寄せられていった。トムは心のうずきも消えて行列に加わった。もちろんできればなんとか ほかのところへ行きたかったが怖いもの見たさが何とも言えない力でトムを引っ張っていったのである恐ろしい現場へ着くやトムは小さい体で群衆をかきのけ前へ出てむごたらしい光景を眺めたなんだか前に来た時から一年もたったように思われた誰かがトムの腕をつねった振り返ってみると ハックルベリーの目にぶつかった。二人はすぐ目をそらし今やった目くばせが誰かに缶かれはしなかったかと辺りを見回しただがみんなは何かしゃべっていたそして目の前のむごたらしい光景に心を奪われている様子だった「かわいそうにいい若い者がこれが墓あきの見せしめになればいいさ」。 マーク・ポッターは捕まったらまず縛り首ですねみんなが話しているのはだいたいそんなふうなことだった牧師は「これは神の裁きです神の手がここにあるのです」と言ったこの時トムは頭から足の先まで身震いしたインジャンジョーのズーズーしい顔が目に入ったからである ちょうどこの時群衆がどよめき口々に叫んだあいつだあいつだあいつ自分からやってきたぜ誰だ誰だと二十人もの声が叫んだマクポッターだほら立ち止まったぜ気をつけろ向きを変えたぞ逃がすなトムの頭の上の木に乗っているものがポッターは逃げ出そうとしているわけではない ただどうしていいかわからないでうろうろしているだけだよ」と言った「ずうずうしいゴーツくばりめ」と一人の見物人が言った「自分のしたことを見聞とおいでなすったな見物人は一人もあるまいと思ったに違いない」「群衆は道を開けた所長がこれ見よがしにポッターの腕をつかんでやってきた」「哀れな男の顔は」 やつれていた目は降りかかってきた災難におびえていた殺された男の前に立った時彼の体はブルブルと震え両手で顔を覆ってわっと泣きだした「俺がやったんじゃねえよ」と彼はしゃくり上げながら言った「本当に俺のやったことじゃないんだ誰がお前がやったと言った 叫ぶものがあった。この言葉はポッターの急所を突いたらしかった彼は顔を上げ目に悲しい絶望の色を浮かべておずおず辺りを見回したポッターはインジャン・ジョーを見つけて叫んだ「ああインジャン・ジョーお前は俺と約束したじゃないかお前は決して。 これは「お前のナイフか?」と所長がナイフをポッターの前に差しつけたもしこの時周りの者が彼を支えないでいたらきっと彼はヘナヘナと倒れてしまったに違いないポッターは言った「なんだがこれを取りに帰ってこなけゃならないような気がしたんでそれで」。彼は震え出した。 力なく手を振ってもうダメだというように「話してくれジョーみんなに話してあげてくれもう何の役にも立たねえだろうが」と言ったハックルベリーとトムは黙りこくったまま目ばかり光らしてあの冷酷な嘘つきがすましてペラペラとしゃべり立てるのを聞いていた2人は今にも 晴れた空からこの悪者の上に神の怒りの雷が落ちてくるのではないかと待ち望みどうして落ちてこないのだろうと不思議に思ったそしてすっかり話し終わってもまだ平気でピンピンして立っているのを見ているうちに自分たち二人の誓いを破ってこの裏切られた哀れな囚人の命を 救ってやろうかという気持ちもなくなってしまったこの悪感は魂を悪魔に売り渡したのだからそんなやつと何か揉め事でも起こしたらこっちの命が危ないと思ったからである「なぜお前は逃げなかったんだ何だってまたここへ来る気になったんだ」と誰かが聞いた「コズにはいられなかったんだ」 にいられなかったんだとポッターはうめえた「俺は逃げ出したかったんだけどどこにも行けなかったんだ」と言ってまた泣き崩れたインジャンジョーは間もなく始まった正式の尋問の時にも誓いを立てて静かに前に述べた話を繰り返したそれでも雷は ととうう落ちてこなかったこれを見て少年たちはいよいよジョーが魂を悪魔に売り渡したという確信を深めたこうなるとジョーは2人にとって今まで見たうちで一番不気味な興味のある人間となったわけで2人の目は吸い寄せられたようにその顔から離れることができなかった2人は夜 見張っていていやろうもし機会があったらあいつの親玉の悪魔を一目でも見ることができるかもしれないからとひそかに決心したインジャンジョーは死体を持ち上げたり車に乗せたりするのを手伝った震え上がっている見物人の間に傷口からタラタラと血が流れたというささやきが起こった少年たちは こういううまい事実が現れたからには県議は正しい方向に向いていくのではないかと喜んだが村の人たちが何人も「血が出た場所はマフポッターから3メートルと離れていたかった」というので失望した恐ろしい秘密と両親の呵責のために1週間たってもトムはよく眠ることができなかった。 ある朝食事をしながら嫉妬がこんなことを言い出した「トム君が寝ながら暴れたり寝言を言ったりするもんだから僕はよく寝られないんだ」トムは真っ青になってうつむいた「悪い兆候だね」とポリー・おばさんは真面目に言った「お前何か気にかかってることがあるんだねトム」 ないよ、何も気にかけてやしないよ」とトムは答えたが手がひどく震えてコーヒーをこぼしてしまった「そいでねこんなことを言うんだぜ」とシッドは言った「ゆうべなんか血だ血だあの血だ」なんて何度も言ったぜそれから「そんなに俺をいじめないでくれ話しちまうよ」なんて言うのさ話すって。 何を話すって言うんだい話すってのは何のことだいあらゆるものがトムの目の前をぐるぐると回転した次に何が起こるかまるっきりわからなかったところがいい具合にポリー・おばさんの顔からさっと心配の影が消え去るとおばさんは自分では知らずにトムを助けてくれた「そうだ。 そりゃあ,、ね、あの恐ろしい人殺しのせいだよ私も毎晩のように夢を見るんだよどうかすると自分がやったような夢まで見るんだからねメアリーも同じようにひどく苦しめられていると言ったシッドは納得したようだったトムは目立たぬようにできるだけ早くその場を抜け出したがそれからというもの 歯が痛いという口実を設けて毎晩顎を縛って寝ることにしたトムは嫉妬が毎晩見張りをし時々顎の包帯を外して自分は肘をつきながらかなり長い間耳を澄ましそれからまた包帯を元の位置に戻しておくことは全く知らなかったトムの心の悩みはだんだん薄れて 吐いた身もめんどくさくなったので包帯はやめてしまったもしもシッドがトムのキレキレの寝言の中から何かを本当に知ったとしたところでシッドはそれを誰にも話さなかったトムの学校友達が猫の死体を使って犬死ごっこを始めそれをいつまでもやめないのでトムは自分の心配事を 忘れる暇がなかった。この遊びの時トムが決して検視官にならないのにシッドは気がついた新しい遊びといえば何を置いても出しゃばったトムなのにそればかりかトムは証人の役も務めようとしなかったなんと言ってもこれはおかしいトムがこの遊びをひどく嫌がりいつも できればそれを避けていることもシッドは見逃さなかったシッドは随分不思議に思ったが何も言わなかったけれどこの遊びもやがてはやらなくなりトムの両親を苦しめなくなったこういう惨めさを味わっていた頃トムは毎日のように隙を見ては鉄棒のはまっている小さい窓のついた牢屋へ出かけていった 窓からあの殺人犯に自分の手に入るようなささやかなものをそっと差し入れてやった牢屋といってもそれは村外れのジメジメした土地に立っているレンガ造りの小屋でいつも番人はいなかった中に罪人が入っていることはそれほど珍しかったのだそしてこの差し入れをすることでトムの両親は大いに慰められた 村人たちはインジャン・ジョーも死体を盗んだのだから体にコールタールを塗りその上を羽でくるんでレールに載せ引き回したいと熱望したジョーがあんまり恐ろしい人間だったので誰も先立ちになろうというものもなくその話はいつの間にか立ち消えになってしまったジョーは二度の尋問に 二度とも注意深く、喧嘩のところから話を始めその前に行われた墓暴きのことは告白しなかっただから当分の間この事件は裁判に持ち出さない方がいいだろうということになった。